メンバー選挙選考に向けての意気込みを伺ってもよろしいですかまあ、そうですね、あのー、通常で考えたら漏れるところを入るんがまあ俺じゃないんじゃないかなとちょっとみましたね <laughs> <laughs> 最近やってないから <laughs> それでは、本日よりスタートいたしますビアキャンプ2022駆けつけてくださいましたゲストの方を早速お呼びしたいと思います純一ダビットソンさんですどうぞお越しくださいどうもどうぞよろしくお願いしますね よううこそお越しいいままた、えー、ありがとうございます、ね、驚いたでしょう。ギリギリまで誰が来るか分からない感じでねまあ、あのー、結構プレスの方とか、えー、いろんな PR イベントを見られてる方多いと思いますけどゲストがずっと横で立ってる状態ってなかなか <laughs> <laughs> これが朝日の伸びしろですねよろししくお願いますよろしくお願いします 伺えたらなと思うんですがあでも今、まあ、いろいろふざけましたけどああいうもんが <laughs>、はい、あのぐらいのクオリティの生ビールがやっぱアウトドアのシーンとか寒天とお庭とかいうレベルで飲めるので。うん やっぱ嬉しいですよね。そうですよね。実際にお店で飲むのともほぼ変わらない味で、でね、全く味が同じで飲めるということは、はい、あの従一さんは普段キャンプに行くとき、あのまあご自身で山も運営してらっしゃるので、そうですね。<laughs> あの山を借りているというか、はい。はい、あのもうちょっとスケールがかなり大きいんですけど、どういった場所に行くのをポイントで決められるんですか。キャンプに行くときですか。はい。 ねまあ、難しいんですけど今、結構キャンプブームなので土日とかやっぱり自分で借りているところ行かないと人が多いのでなのでキャンプ場行かないんですけど、はい、でも、同じ僕自分で借りてるとは言いながら、はい、同じところばっかり行くと飽きるので、はい、割とこうキャンプ場を探すんですけど、はい、でもやっぱり人が多くて、うん、せっかく行ったのにああ11時、うん、写真撮ってよとかめっちゃ言われたりすると。<laughs> はい ゆっくりビールも楽しめないからそうですねあの一般的に開放されてるキャンプ場の中で、はい、めちゃくちゃ穴場のところに行きますねへ<ー>通常のグループとかファミリーが来ないようなへ<ー>例えば例えばトイレむっちゃ汚いキャンプ場とかねああなるほどそうトイレむっちゃ汚いキャンプ場は我々キャンパーにとっては聖地ですから <laughs> なるほど 一般客は来ないんでそうか確かにあの、はい、キャンプの初心者の方とかちょっとビギナーの方には水回りの清潔さが優先ですもん、ね、ガチャって当てたら雲のす張りまくってがが、うん、出てくるようなキャンプ場を選んで行ってます、ね、<laughs> あなるほど、はい、そういったキャンプ場に行く時ときも動画でもいろんなキャンプ飯作ってらっしゃいますけどす、ね、基本的にはもうご自身で全部キャンプ飯あキャンプ飯、まあ、飯っていうほどのものでもないですけどビール飲みながら当てになるようなものを。えーうん 焚き火でちょっと、まあ、言うたら一人バーベキューみたいな、ちょっとお肉焼いて、なくなった貝焼いて、はいで、ずっとビール飲みながら、焚き火見て、はい、みたいな過ごし方してますね。ああ、いいですね。ビールに合うおつまみ、うん、教えていただけますか、キャンプ飯で作れる、簡単にできるビールに合うつまみ、やっぱり、あのー、はい、皮のせせらぎでしょうね、あーおしゃれ, <laughs> これ見出しになるかな、今の。<laughs> 川のせせらぎ素敵ですよねなんやでもやっぱお肉とか <laughs> うんうんよくお肉焼いてらっしゃいますもんねん簡単なものがありますよねうんうんでも最近めんどくさくなってきてね <はい S 2> この間ずっともうキャンプ飯作らずに <はい S 2> カラムーン食いながらビール飲んでましたからね <laughs> <laughs> まあそそんなんでもいいんですよ <laughs> 場所の雰囲気が味わえて美味しいお酒があって焚き火見ながら まあ楽しめればあなるほど、まあ、特にあのこのコロナ禍になって、まあ、ソロキャンプに行かれる方とかご家族でキャンプに行かれる方爆増したと思うんですけど、はい、そういった方に何か 簡単だよというアドバイスがあれば教ええていただけすすか例ば料理ででそうですねお料理であったり、はい、なんとなくキャンプのハードルが高いなと思ってこう足踏みしてらっしゃる方もいると思うんですけどだから、もう面倒くさいとき僕缶詰温めてつまみにしますからそそそのままそうそうだから結構その雰囲気味わえればそのまま <laughs> うん、うん、なんていうの市販のものとか、うん、コンビニの料理だけ買って行った日もあるしっていうぐらいでなるほで。 だから絶対に料理をしないといけないってわけではない,でではないもうキャンプは、ね、そ,そのまま行くだけで簡単に楽しめるといかそが個シンプルにあってうん、うん、焚き火を見ながらビール飲むってあったら、はい、そ,のそれ以外のところは手抜いてもいいかなって僕は思ってるんでキャンプに行くこと自体が気持ちが高まる,てるでも、ね、テントの中にこもってネッとふりとか見てるときありますからね <laughs> で何それ家でやれやって言われるけど <laughs>、はい、いやテントでやるのがええねんって言って。 よく言ってるんですけど。わ <laughs>、はい、かりました。ありがとうございます。では続いてなんですけれども、あの朝日スーパードライ生直機缶について、はい、ちょっと聞きたいことがあるんですけれども、はい、これね、はい、すごいよね。あ、めっちゃ入ってるやん。そうなんです。もうごっそりの中に詰め込みさせていただきました。すですよね。やっぱりこの。はい。 これも僕飲ませていただいてるんですけど口が大きいからやっぱり飲み口の時に香りとかがめちゃくちゃ入ってくるんですよねだからちょっと危険なのが口当たり良すぎて減るの早い減るのが早いぐいぐいいっちゃうからそう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 それが生ジョッキ缶でやっぱ適温に冷やしてると泡が勝手に飲んでおいたらまた泡ができてっていうそれはいいですね すごいレベルの高いお店の,、ねはい、あのバーテンダーとか継いでくれたら、うん、飲んでおいたらまた泡が,て泡が出てくるずっと気が抜けないっていう状態に近いのが勘で再現されてると思うんですよた、ね、る生ビールそのままみたいな印象ですねなるほど、ありがとうございますそのキャンプの中でのビールに合うお食事の話など先ほどされてましたが、はい、もし純一さんがここでキャンプを仮にするとしたらここではしないですけどね。<laughs> もし 基本あのお料理をまあもしビールに合うお料理をここで提供するとしたらどんなお料理をそうですねここだったらウーバーイーツ頼むと思いますね <laughs> 一番簡単にくるんでねウーバーイーツ何頼みますかそうですねそこに安すべっていうラーメン屋があって結構好きなんでそこのあのつけ麺頼むと思いますとうごかりましたちなみに今年ワールドカップイヤーで開幕まで2か月控えましたが、はい、そうですね一応カタールに向けてあの僕自身今仕上げててあの走り込みの途中ですね メンバー選挙選考に向けての意気込みを伺ってもよろしいですか、まあ、そうですすかそうね、あのー、通常に考えたら漏れるところを入るんが守れないんじゃないかなと、ちょっとかみましたね、<laughs> <laughs> 最近やってないから <laughs>、まあ、でもたくさん番組にもたぶん出演されると思うんですけど、まあね、実はあのー、5年前のロシアの時は、本当にめちゃくちゃ忙しかったので。 まあ今回、本田選手はまあ関係ないとはいえ一応、現地行ってなんかリポーターか解説みたいなことをやるみたいなのでちらほらサッカー関連の仕事もお話をいただいているので今まあ一番懸念しているのはカタールの時期1回もキャンプできへんのちゃうかなというそこの懸念が一番ありますね。